大丈夫そう。正直今どう？完食できそう？きついよね、ちょっとね。時間かけて食べるのとさ、多分減らして食べるの、結局は食べるのなんか同じだから、そう大差ないのかなって思って、ちょっといらない、いらないっていうか、きつい部分だけ減らしてみる。そうやってみる？ですね。減らしてもでも食べれないです。食べきりたい、どうしても。いやー、食べきりたいけどもう食べれない気いい、が。え、他のメンバー。そう、でも他のメンバーがね、結構勢いよくて で、なんかもう麦茶とかも食べきりそうな感じまで行ってるのよ。ちょっと、まあ、休憩休み休みやってるんだけど、バレないっちゃバレないんで、食べきれるまでちょっと減らしてみる？食べきれるまでちょっと減らしてみる？全部ですか？どうしようか、全部もらっちゃおっか。じゃあ、よく掴んでたね、すごエビフライも大丈夫。大丈夫ね。いい？全部もらっちゃって。あ、大丈夫です。ありがとうございます。戻ってきたら呼んでくるかな。そうね、最後の一口まで行ったって。うん、食べたことない人とかね。あ、そう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 、あのり大丈夫だから。はい、ちょっと待ってます。今からカメラ回るからちょっと言わない。体調大丈夫？結構きついよね。いや、でもあとちょっとしたらなんか痛み始める。もうね、俺から見てんだけど、やっぱ結構きついじゃん。ちょっと一回カメラ止めるんで。で、ちょっと周りのみんなも結構食べきれそうな量まで来てて、それちょっと俺の方で減らしちゃったらまずいかな。完食できるところまでちょっと減らしちゃってもいい？いい？3口ぐらいだったらいける？じゃあ3口以外はもらっちゃってもいい？ごめんね。もらっちゃいます。ちょっとこれもらっちゃう。3口くらい。これだけじゃちょっと頑張ろうかな。ごめんね。
じゃあちょっとこれももらっちゃいます。するのもちょっと減らして完食するのも、まあ、あながち同じなんじゃないかっていう風に思っちゃって、ちょっとごめんね、はい、一回だけ、体調もねちょっとそうこのこれ以上いくと厳しいのかな。そうですね、どうなんだろう。そうですよね、時間かけるっていうのがもうなんかそれで果たしていつ終わるのかっていう感じでもありますね。まあ言っちゃえばやらせてるんですね、ちょっと減らして。まあそうですね、まあ、でも正直絶対言われない。まあまあで頑張って食べきります。それで頑張って食べきります。頑張ります。はい、お願いします。皆さん の爆食への愛を試す企画でございます。どういうこと、マジわからないよちょっと本気で迷ったじゃないですかじゃ食べきらなくていいんですか。食べきらなくて大丈夫です。もうよかったマジでどうですか、ハスドッキリの気分は。いやもうめちゃめちゃ怖いです、もう誰も信じられない今まで本気で食べてきてるんですよ。なんか そんな簡単になんか減らして食べ終わりましたなんて言えないですし、なんか私が寝てたからみんな怒っちゃったのかと思ってめっちゃ心配でした。今回の企画こちらになっております。何してんだよ！あ、そういうこと？
皆さんの食への愛を試すドッキリ企画でございます。すごい、そうだったんだ。おいおいおい、すごいじゃないのよ。そういうこと、あんたたち乗ったらしいじゃないのよ。乗りました。おい、ヘラヘラ笑ってんじゃないよ。麦田さんはやらせに乗らなかったんですよ。ああ、そうなんですか。そうなんですか、じゃないんだよ。おい。いやもうでも悲しいよ私は。よかった仲間がいて。なんかそういうことじゃ、ねえ。全然悪気ないんだけど。ねえ。これちょ解散か、ジャニパレ。